大通り。まあ、帰ってきたあたりでちょっと雑感語っとこうかな。はい、まずね、行ってめちゃくちゃ待った。待ちました。8時に始まるって言って行ったけど、もう何の反応もなくてさ、で延々と待つっていう風なことになって、で待ってるとまあほどなくして、いきなりそのなんあのおなんか人来た、おはいはい、あ行ったね。一応雑感語っておくとね、あのまず待った、はい、もうなんか2回目だけどまず待ったよね、かなり待った。8時に行って、8時に行ったけども、始まるのがもう本当にこの灯籠を流すのなんてものすごい最後の最後で、それまでに延々と、なんかあの、延々とこう、準備の、あの段取りがあって、なんかこう、笛のチャルメラみたいなやつが、プルルルって音がして。でさ、であとまあそのなんか儀式とかやってんだろうね。でその後なんかやたらめったら銘仙を焚いてさ、銘仙がブワーって巻き上がってです。それでなんか水上バイクがあっちこっち走り回ってるのね。でおそらくこれ水上バイクの人たちがそのどうもその灯籠を水に流した後にそのままその放置すると危ないから回収に行く部隊みたいな人たちがいてて、でその人たちがあちこち準備していて、かなり待った後に9時ぐらいになってやっとこさ、なんかこのバリ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 みたいな感じでその爆竹が鳴り始めて、でその爆竹が鳴り始めてからやっとこさその流し始める。でも流し始める前に花火がバンバン上がるのね。で花火がバンバン上がった後にその灯籠が流れ始めるっていう段取りで、延々と花火がこう上がって、でそれで灯籠がですね、まあその最終的にこう流れて、でその川の河口の下流でおっちゃんたちが待ち構えてて、それを回収するっていうか、まあ、火を消してたんだろうね多分ね。あそこの河口はその比較的浅いから、でそれでほどなくして終わって、みんな335が帰ってくるっていう、まあそういう感じだったね。もう結構待った。まあ確かに人もね、最初結構まばらで、で後から徐々に来るって感じだし、あとキャンピングカーで旅行してる人たちもまあいてたけどね、まあそこなんかまあホタルとかが飛んでるような、そういう風な自然満点のゾーンで、で、多分おそらくその流してるところは砂浜なんだけども、昼間にいて見てたら、まあそういうところだっていうのは分かってたんだけれども、まあ灯籠がね、暗くなって、で、花火があって、上がって灯籠が流れ始めると、まあいい感じの雰囲気で、まあ物事は進んでおりましたよ。で、今終わったんで、これから、はい、まあ動画のそのデータをダウンロードして、で、まあちょこっと編集するか、まあそのまま、何もしないかのどっちかです。明日もありますんで、はい、はい。